トゥルゲンとは、15世紀前半に活躍した、モンゴルトゥメトブの主張。明朝の師書には脱ダツ脱ボシ、あるいはアラツコツチ土ン、アコロキジューンと記される。モンゴル年代記の一つ、アルタントプチでは、サイン、トゥルゲンとも称される。モンゴルトゥメトブの前身は、チンギスカンの弟カチウンの末裔が統治する、遊牧集団で、これを明朝では占らない、ラツカンゲイ。 モンゴル側では、チャガン・トゥメンと呼称していた。アルタントプチによると、トゥルゲンの父は、トゥブシンであるが、この人物は、永楽2年に、病朝の司書に登場する、ドフサルに相当すると見られている。この頃、チャガン・トゥメンは隣接する、ウリアンハイサンエイに複属しており、トゥブシンもサンエイの一つ、福余りイの都市戦時に任税られている。チャガン・トメンやウリアンハイ,ンエイは、 東方で、トゥングース系民族のウジェと接しており、これを配下において、オジェートと称していた。トゥブシンの家系はこのオジェートを率いる長であり、そのためトゥブシンの子孫が率いる集団は、モンゴル人と呼称された。占い、脱エイは代々の恩川を、遊牧地としていたが、エセンハーンのモンゴル統一、短期間の即位都市という混乱の中で、 ウリアンハイ 3A と共に南方に移住してきた。この時の占い、ラツカン A の長は、カチューンの松江ドーランタ大ジで、率いる遊牧集団はモンゴル語で、ドローントゥメンと呼称され、転じて、ドローントゥメト、略してトゥメトとして知られるようになった。ツブシンのコトゥルゲンはドーランタ大ジの副神の部下であり、モンゴル人集団を率いる長でもあった。ドランタイジは、 エセンハーン氏後の混乱の中で一挙に勢力を拡大し、1465年にはハラチンブヌ・ボライト組んでマルコルギスハーンを刺激し、その後はオイラトノーシテムルと組んでモーリハイと対立した。この間トゥルゲンもドーラン大地と行動を共にしており、聖火6年にはドーラン大地と連名で明朝に長考している。1470年代に入ると、 西方出身のベグアルスランが、オルドス地方に移住し、ボルフジノン及びマンドゥルンと同盟を組んだ。ベグアルスランに擁立されて、ハーンに即位したマンドゥルンは、長らく分裂状態にあった、モンゴルの再統一に着手した。その手始めとして、マンドゥルン・ハーンは、マルコルギソ・ハーンの仇を撃つと称してドーラン大を攻め、これを殺害した。この時、マンドゥルン・ハーンは、 トゥルゲンを味方に取り込んでおり、モンゴル年代記はマンドゥールン・ハーンがトゥルゲンの息子、補佐に自分の娘に嫁がせたことを記し、明朝は占い、脱ゲイがマンドゥールンと和信したため明朝への通行を控えたと記している。これ以後、トゥルゲンはマンドゥールン・ハーン復信の部下として知られるようになり、これを明朝はマントロ部下、オートメ脱カンと表現している。 マンドゥールン・ハーンとベグ・アルスランが対立した時には、トゥルゲンがベグ・アルスランの俗定イスマイルと協力して、ベグ・アルスランを殺害した。また、アルタンとプチは、トゥルゲンがある時ベグ・アルスランに肉を煮たスープを、処望したところ、ベグ・アルスランは煮立ったスープを差し出した。知らずに口をつけたトゥルゲンは、スープの熱さに驚いたものの、吐き出しては恥だと思って飲み干してしまい、 校内の川が破れてしまった。これを恨みに思ったトゥルゲンはいつか、この復讐を果たさんと誓い、後に自らベグアルスランを殺害したという逸話を伝えている。聖火16年前後に、トゥルゲンは、イスマイルと共に亡くなったマンドゥールン・ハーンに代わって、バトモン家を擁立し、これをダヤン・ハーンと称した。ダン・ハーンが幼い頃は、イスマイルと共にダン・ハーンをとし、 ウリアンハイ 3A を征服するなど勢力を拡大した。法事元年、ダヤンハーンが妙長日社を派遣した時、トゥルゲンは、ダヤンハーンの部下の中で第四位に位置づけられている。トゥルゲンは、ダヤンハーンの知世の半ばに亡くなり、モンゴルトゥメト部首長の地位は、息子の補佐位が継いだ。しかし補佐位は、ダヤンハーンに逆らって、討伐を受け、それ以後モンゴルトゥメト部は、バルスボラト及びその息子。 アルタンハーンの家系が統治するようになった。ありがとうございます。